皆さんこんにちは、パチンコ漫画家のドン・キホーテ谷村仁志です。いやー、ついにですね、ピースーパー海物語 in 沖縄5夜桜朝鮮風がホールデビューしました。いやー、どんなものかと、もう仕事もですね大慌てで、この後公開する、21日配信のですね、おすいち2022、第14弾のですね、ルパンおすいち5万発の漫画を書き終えて夜ホールに出かけました。これね、どこもね思ったほど台数が入ってませんね。多くて10台ぐらい、あの40台導入は本当に最大手のホールさんぐらいだって感じです。あと5台だとかですね、本当に、扱いは元祖銀ギラパラダイス、本当にあの海のお店はですね、やっぱり大海スペシャルが圧倒的な、人気ですね。お客さんもそんなに移動してないし、相変わらず大海はお客さんいっぱいです。ここでですね、なかなか台数がないんで座れないんですが、やっと座れたのがですね、夜、もう9時50分ですね。もうあの閉店間際です。でももうこういう台は閉店間際向けの台なんで、座れるんじゃないかなと思っていくと、意外とですね、5台中3台が空いてるという、やっぱり時短がない、本当に一桁で終わってしまう台ってお客さんずっと粘らないですね。もう本当に即やめ台がいっぱいあった中に、285回転というですね、まあ昔から僕が海で言っている、要は奇跡の300回転、本当に海や古い大当たり確率がもう全然違う時からもそうですけど、そうです。それだけを目安にやってるんですが、これ98回当たって285回転の台です。いやー、これ打ち始めますけど、まあ通常時はですね、もう沖縄と同じなんで、僕は桜ビスカスの背景にします。もうこの桜ビスカスでチャンス目が続いて夕方から、夜になる、このノリが僕も大好きなんですね。ちょうどこれぐらいでいいのかな。もうマリンモールは忙しい割には大したことないってなりますし、沖縄もあれこれ出る割にはもう見飽きたぞという感じだし、一番無難なのがハイビスカスというか、ハイビスカスが桜に変わった桜ビスカスゾーンの方が、僕としては打ちやすいっていう感じですね。この桜ビスカスで打って315回転目です。いやー、もう嬉しいというか、背景が夜になってですね、最後の爪がボタンになるんですね。このボタンを押すとどうなるかっていうところで魚群が出てくれました。この魚群がですね、スーパー魚群で、例の沖縄の民族衣装を着た、魚群たちがですね、一斉に画面を走って、当たってくれます。これが当たってですね、何が一番今回の台で期待かって、ここでもう朝鮮風ラッシュという、もういきなり、このラッシュに突入してしまうんですね。これが見たかった。もうこれをですね、多分超伊打点を打ってる方たちとか、まあ他のですね、入り口が狭い台を打ってる方たちは、当たった後のハラハラドキドキ、もうむしろここを楽しんでるんじゃないかって方の方が多いのかもしれませんね。これ 100% 突入するんで、それ目当てに打ってる方当然いるんですけれど、僕もその一人で、喜んでこの、朝鮮風ラッシュを味わおうと思っていたら、なんとですね、もうたった2回、もう2回当たるのって派手は派手なんですよ。ビヨーンって図柄が大きくなって、派手にですね、もう桜ビスカスがド派手に動くんで、もう部位なんか賑やかすぎてですね、まあ、たった1回の当たりで大した出玉ないのにすごいなと思っていたら、まあこれがたった2連チャンで終わって、ああ僕が予想した通り、これ 100% 突入の場合はですね、半分はこういうですね、ショボレンや本当に2連止まり、もうこれ単発と見ていいですよね。むしろ単発よりも出玉が少ない、これを味わった人は、これ意外と夜桜朝鮮風今後打つことがなくなる可能性はありますよね。僕が早々に、まあ、本当に初日に味わってしまったこの焦燥感、もう海を打っててですね、たったこれだけで終わっちゃう、下手な単発あたりもしょぼい感じがする、下手に賑やかに V が出る分だけ、うわー、この朝鮮風ラッシュ、
いや寂しいな。大当たり回数は当然ですね、本日100回です。出玉もですね、最高2万8000発出てます。これもうお昼の間に40連チャンしてるんですよね。これやっぱり100回出る台が40連30連して2万発近く出る、この山を狙うしかないな。これはもう同じような大工の源さん超板点を打ってきた感覚と同じです。むしろですね、この美味しい山をどこで狙ってどこで手にするか、いやなかなか 100% ラッシュ突入の、超夜桜挑戦と、これ本当に運命はですね、もう僕の初打ちで分かるようにですね、明暗くっきりまだ分けそうな感じですね。僕の細かい実践データ、ヤマトも打ってますんで、この辺の実践データをですね、チェックする意味でも、スマホサイトパチンコランドの方に、登録してください。今日もご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。谷村先生の実践の詳細などは概要欄からパチンコランドにご登録いただくとご覧いただけますので、ぜひご登録ください。